どうも、こんばんは、かすいすけです。今回ですね、丸井由美さんに、こちらに来ていただいて、で、松山から春までですね、こちらまで来ていただいて、本当にお疲れ様でしたというところで、で、全ての工程が終わりました。で、プロモーションを撮って、で、対談の動画を撮って、で、カラオケもですね、プロモーションと、カラオケプロモーションという形で撮って、で、それには私も参加しておりますし、まあ、対談の形式はですね、カメラ2つ使っていて、で、片方と、もう片方で、それぞれのチャンネルで同じ内容ですけども、まあ、カメラの、アングルが違いますから、まあ、別の動画として一応上げさせていただこうかなと思っておりました。で、すべての工程を終わりまして、で、今から少しだけですね、まあ、今回の反省点というか、まあ、動画で伝えきれなかった点なんかも踏まえてですね、まあ、ある意味反省動画的な形で、撮らせていただこうかなと思って今カメラに向かっております。まあとにかくですね、一人で撮るのと、まあ、やっぱわけが違うなというところなんですけど、やっぱり撮る内容自体もちょっと多かったんですけど、一人で考えて一人でやって、で一人で完結させるっていうのは、まあ、ある意味こうやりやすいところもあれば、やっぱり一人でやるよりも、まあ、2、3人で動いてでやっていく方がやりやすいっていうのもありましたし、なかなかこうこちらの思いを伝えきるっていうこと自体がこうなかなか難しいなというところもありまして、で私の中でもう今回初めてのまあ対談、そしてコラボというよりも、まあ、実質私が一人でやってるようなところも正直ありましたけど、まあ、基本的には、まあ、コラボレーションと言ってもいいのかなと思います。私、加瀬助と、丸井由美さんという演歌歌手のコラボというふうに考えていただけるといいかなと思っておりまして、まあ、こちらは世界情勢のチャンネルで上げさせていただいておりますけど、まあ、私のチャンネルもですね、まあ、一応予定ではですね、来年すぐぐらいから、チャンネルの内容をですね、社会というものに焦点して、フォーカスしてから、社会全体という話の中で、今の日本、世界を考えていきたいかなと思っておりましてですね、で今回丸井さんという演歌歌手の方とお話をさせていただくと、まあ、そういう形で、まあ、先ほど言ったプロモーション、カラオケ、そして、まあ、自己紹介、まあ、その3つを取ってまいりましたけども、まあとにかくですね、まあ、本当にうまくいったなというのが正直な感想になります。で、まあ、私が以前出した PDCA というですね、プラン、ドゥ、チェック、アクションという、そういう4つのですね、作業を、今回私なりに綿密に立てて、で丸井さんとしっかり打ち合わせをして、でしっかりプランニングして、やれたかなというのが正直な思いです。で実際ドゥの方やっていく方もですね、私の中でもかなりその計画の中でこういうふうにやろうかなというのをもう大体決めておりましたから、大体その通りにこうできたかなと。時間管理であったり、時間の調整とか、あとトラブルがあったらそこをどう、処理していくかとか、まあ、そういうのも踏まえて、大方はこう想定通りに動くことができたなというのが、まあ、正直な感想です。だからうまくいってよかったなという正直な、思いが今残っております。で、まあ、対談の中でも随分お話ししましたし、まあ、言い足りなかった部分っていうのもちょっとあるのはあるんですけど、一応撮れた動画を全部チェックして、で1日目撮った分をですね、結構見てたら、あ、ここはこういう風に撮った方がいいなとか、少しこう影の当たり具合が強かったなとか、これはちょっと角度があんまり良くなかったなとか、そういうのを見ながら2日目にそれを活かしていくっていう、まあ、いわゆる PDCA の C の部分ですね、チェックをして、でそのチェックをした部分を2日目に活かすっていう、また次のアクションですね、まあ、そういうやり取りとかもうまく割とできたかなと思います。で、2日目ですね、対談の方動画を撮らせていただいて、で丸井さんもですね、まあまあ、元々はもう歌手としてデビューされて、で歌手としてデビューして、うん、まあ、私が言っていいのか分からないですけど、やはり途中で、つまずいてしまったという、まあ、そういう、まあ失敗してしまったというか、まあ、本人のですね、納得いかない点があって、まあ、今回、どのくらいぶりかな、ちょっとあれですけど、十何年とか、20年とか、30年とか、30年ならないのかな、まあ、何年かぶり越しにですね、再デビューという形で、で今回の再デビューにあたって、まあ、今回、加勢助という人物とまた再び出会うという、そういう、まあ、まあ、ある意味、すごいこう偶然の流れでですね、まあ、私とこういう形でまた新しくこう、まあ、コラボするっていうことができたことがですね、私の中ではすごい運命的なものを感じて、おりました。
まあ、あの丸井さん自身ですね、私に最初に連絡くれてですね、歌手としてデビューするという時に、私も、まあ、丸井さん自身本当に仲良くなさせてもらってたことが、ありましたし、しばらくはですね連絡も取り合わなかったんですけど、今回久しぶりにそういう話になって、で、まあ、あのなぜ演歌なのかなっていうところを改めてですねいろいろ考えさせていただいて、で、まあ、今回そういう話になって、で私が YouTube というものを通して言葉を出しているということに対してですね、まあ、ちょうど何かお手伝いできるかなというふうに思いまして、でそこからですね私自身も演歌って何なんだろうとか、演歌ってどう、そもそもなぜ演歌なのかとか、まあそういうことをですね結構考える機会ができました。でそれでですね、まあ実は7センチぐらいかけてですね、まあ演歌のことをですね私の中で考えて、まあそれをこう丸井さんに、使っていただければと思っていろいろ言葉を考えたりしてたんですけど、やっぱり演歌、なぜ演歌なのかなっていうか のを考えたらですね、やはり私がずっと探してたこう日本的なものっていう、まあ、そこに行き着いたわけです。日本的なものを取り戻すという考え方、まあ、あるいは日本的なものをみんなで見直す必要があるという、そういったところとか、だからまあある意味私自身もこう今の社会を考える上で本当に大事なのが日本を取り戻すとか、日本の中で日本人として生きていくことだとか、まあそういうところにつながってくるなっていうのをすごく感じておりまして、でそこでちょうど出会ったのがこの演歌歌手の丸井さんっていう、まあそういうですね本当に偶然ですけども、まあある意味こう、まあ当然のようにそこにこうお互い引き寄せられたようなところがあるなという、なんかすごい運命めいたことを感じまして、でまあ私も本当 YouTube はたまたまそういうことやってるといえばそうなんですけど、丸井さんもですね本当に不思議な縁があって、たまたまというかあれ、言い方あるかもしれませんけども、まあもう本当偶然の中の偶然が出来上がって、すごくそれがうまく作用して、歌手として再デビューできたという、そういう中で私とのこの日本をどうすればという、そういう思いを持っている私との今回のコラボというところになっているのかなと思います。まあ、やはりですね今皆さんが、まあ、こうして見ていただいている皆さんはやはり社会のことに何らか疑問があって、何らかこう考えることがあって、その中で見ている中でどうしたらこう日本を良くすることができるのかという思いっていうのを持たれていると思います。まあ、そうなった時に、まあ、私の中からですね一つ出した答えとしては、演歌というものの中に日本的なすごく重要な何かが隠されているんじゃないかなというか、まあ、そういうですねヒントをですね得たような気がしております。で、私も演歌というのを考える中で、丸井さんがなぜ演歌を歌うのか、どういう気持ちで演歌を歌っているのかっていうのを聞いた時にですね、まあ、正直あの母の気持ちっていうのは、まあ、あの本物だなという思いがしております。で母を思う、まあ、これってもうなんか特別に丸井さんが特別じゃなくて、もう見てる皆さんがですね母のことであったりふるさとのことであったりっていうのをもう一度しっかり考える機会を与えてくれるんじゃないかな、まあそういうふうに私としては思いましたし、まあそうですね、まあとにかく何でもいいから一緒にやろうよっていうようなことではなくて、私から言い出したようなところがあるんですけども、これはぜひ私に取り上げさせてほしいじゃないんですけど、まあ、これは私、ぜひ私もそのことを一緒に考えさせてほしいっていう、そういう思いがあって、まあ、今回のコラボということになりまして、丸井さんとしてもですね、YouTube のこと、その詳しいわけではなかったので、まあ、私からはですね、できる限り YouTube で歌手としてデビューするには何が必要なのかというのもお話したいですし、まあ、私としてもですね日本的なものを取り戻すために、あるいは社会の中で世界の中で日本っていうのは何なのかっていうのを考える上で、演歌っていうのがこれほどにこう自分のこう手の届く、本当にこうちょうどかゆいところに手の届くというか、まあ、ちょうど自分の中で欲していたものがそこにあったっていう思いが非常にしておりました。なので、本当に、プロモーションを見ていただいて、対談を見ていただいて、丸井さんという人がどういう人なのかなっていうのをこう感じていただければいいなと思います。で、
まあ、ちょっと最後にちょっとお話しさせていただきたい歌のことなんですけど、まあ、私自身も今までずっと音楽をしてきましたし、今でもスタジオで練習して、でギターももっと上手になりたいという思いを持つ、私も音楽に関してはこう、まあ、思いがある人では、まあ、そういうものではあるんですけど、風の恋歌という歌を本当に最初に聞いた時に、本当にひいき目なしにですね、こう歌声の良さと曲のマッチング、この辺をですね、まあ、あ、いい曲だなって正直本当に思いましたので、やっぱり知り合いだからそう思ったのか、それはちょっとはっきりとしたことは分からないんですけど、でも本当にですね、こう聞いた時に胸にスッとするすごくいい歌に、仕上がってるんだなというのを感じましたし、まあ、特別にですね、発売前にも聴かせていただいて、すごく特別な思い出もあったんですけど、まあ、でも今聴いてもですね、本当に素晴らしく、胸に響く、そして、まあ、私としては日本を思うものとしてはですね、あ、これは聴いてすごくこう共感していただける方が多いんじゃないかなと思う、まあ、そういう本当に素晴らしい楽曲の良さっていうのを非常に感じましたので、まあ、プロモーションビデオのような形で私も一応作らせていただきましたし、丸井さんにも作詞家の先生にも作曲家の先生にも納得していただいて、プロモを見ていただいてたようなので、私も大変満足してますし大変光栄ですけども、皆さんも CD 買わなくてもいつでも見れる YouTube ってそういうプラットフォームになってますので、ぜひ YouTube の方で聞いていただければなと思いますので、まあ、終了画面の方を見ていただければですね、風の恋歌そしてアダバナですね、素晴らしい曲に仕上がってますので、皆さんもぜひ耳にしていただければなと思っております。はい、ちょっと長くなりましたけども、まあ、一応ですね、今日はこの辺で、今回この辺でですね、締めさせていただきたいと思いますけども、ぜひ丸井美さんという方、まあ、私も全力で応援していきたいと思っておりますし、これからもですね、まあ、YouTube を通して、まあ、加瀬いすけはもちろんながらですね、丸由美さんという人と一緒にですね、これからいろいろ活動していくことが増えていくかなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。で、ここまで見ていただいた方は本当に、まあ、私自身にも目をかけていただいていると思いますし、丸井さんに目をかけていただいている方もおられると思いますけども、本当皆さんの応援が少しでもですね届いて、そして少しでも皆さんの応援を力にして、もっと良い動画でもっと良い歌をですね、皆さんにお届けしていきたいと思います。まあ、そのためにぜひですね、チャンネル登録もぜひお願いします。今まで私チャンネル登録してくださいってあんまり言わなかったんですけども、まあ、今回は丸由美さんの方のチャンネルと思ってですね、チャンネル登録ぜひお願いします。そして、高評価ボタンもですね、ぜひ一つでも多い方が、嬉しくやっていけますし、コメントでもですね、ぜひよかった一言でもですねコメントいただけると本当に励みになりますし、まあ、動画でも丸井さん言ってたんですけど、キャンペーンでとにかくいろんなところに回って、でぜひ手に触れてですね、今日は聞いてくれてありがとうっていう言葉を伝えたいということをおっしゃっておりましたので、皆さんのところに歌いに行くっていうことをですね努めていきたい、まあ、そういうふうにおっしゃっておりましたので、ぜひ、歌いに来てくださいと一言入れていただければですね、丸井さん来て、くれるんじゃないかなと思いますので、コメントの方を、まあ、どしどしですね寄せていただいて、これからもですね皆さんの応援を励みに頑張っていきたい、というふうに思っております。私が思ってるだけじゃなくて丸井さんも思ってるのかなと思いますので、ぜひ応援いただければなと思います。はい、ということで今日は以上になります。最後までどうぞありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さよなら。